はい、こんにちは、116ウィンズです。全30球団各チーム別のコンフの主な補強と選手の対談状況を踏まえて、それぞれのチームのオフへの印象などをお話しするこの企画、第2回の今回は NL 中地区となります。昨年の中地区はカージナルス一強という印象が強く、レッズとパイレーツに至ってはシーズン100敗とコンテンドするチームと再建するチームが割と明確な地区だったわけですが、コンフの各チームの動きはどうだったのでしょうか。振り返っていきましょう。まずは昨年地区優勝したセントルイスカージナルスから。カージナルスは長年チームを支えたヤディア・モリーナと現役最後の年に古巣セントルイスに帰ってきたアルバート・プホルスが共に昨年限りで引退し、新しい時代に突入した印象も受けますが、コンフはそこまで大きくは動かず、現有戦力に対する自信がうかがえます。その中でモリーナの引退によって、おおよそ十数年ぶりに正捕手探しに迫られた中、コンフのキャッチャーの FA 市場目玉であるウィルソン・コントラレスと5年契約に成功。モリーナとはまた違ったタイプの選手でありますが、キャッチャーというプレミアムなポジションを守りながら中軸を担えるレベルのバッティングの持ち主でありますので、間違いなくチームに価値をもたらす選手であります。特にプホルスの引退によって打線全体の長打力が少し落ちてしまっただけに、ここにコントレラスが加わったのは大きいのではないのかなと。コンフの FA 市場は全体的にインフレの影響も感じさせる契約が多い中、コントレラスの契約はそこまで高すぎない点、カージナルスはうまくやったんじゃないでしょうかね。一方で先発陣の補強に動かなかった点は、今後どういう結果につながるのか気になるところ。ウェインライト、マイコラス、モンゴメリーは、まあ、ある程度計算できるにしても、今のフラハティに怪我なく稼働することを期待するのはちょっとリスキーなのかなと。スティーブン・マッツも不安な部分が多く、もう一人くらい計算できる先発がいても良かった気もしますが、アンドレ・パランテラチーム内のオプションで対処できる考えでしょうか。まあそうは言っても地区の中では戦力面で一つ抜けており、今季も地区優勝筆頭候補だとは思いますけどね。続いてはミルウォーキーブルワーズ。昨年は後半戦に少し失速してしまい、プレーオフを逃してしまったわけですが、主力選手たちの年俸が上がる中で、予算面の制約からコンフはチームの強化を図りながらコストカットにも動いた形となりました。レンフロー、ウォンとレギュラークラスを相次いでトレードしましたし、 FA でも結構戦力が流出した印象。そんな制約がある中で、マリナーズとのトレードではバウンスバック候補のジェシー・ウィンカーを獲得しましたし、またブレイブスがショーン・マーフィーを獲得したトレードにもうまく絡み、大きな出費を伴わずに昨年オールスターにも選出された強打のキャッチャー、ウィリアム・コントレラスも獲得。ウィンカーはレッズ時代のバッティングをある程度取り戻せるのであれば、コンフ移籍となったレンフロー以上に攻撃面のポテンシャルは秘めている選手ですし、オフの手術で体の状態を万全として、かつバッターにはあまりに厳しすぎるシアトルの環境から脱出できたのも、バウンスバックに向けてプラスに働くはずです。コントレラスについても守備の不安はあるものの、こちらも中軸を担えるレベルには打てるはず。昨年から全体的に戦力がものすごくアップしたとは言えないにしても、限られた予算の中でできる限りの補強は行い、今季も引き続きコンテンダーとして戦う体制は整えることはできたのかなと。今の段階ではカージナルスを上回るほどの戦力ではないと思いますので、プレーオフを狙うとしたらワイルドカードとなりそうですが、どうでしょうかね。バーンズとウッドラフのダブルエースをキープできるのも来年までですので、どうにかそれまでに結果を残したいところです。昨年の3位シカゴカブスを続いて見ていきましょう。カブスは2021年夏に主力選手を一斉に放出し、再建に突入するかと思われましたが、意外にも積極補強を見せ、コンフもその姿勢を変えていません。大物選手が揃ったショートの FA 市場からダンズビー・スワンソンを獲得し、念願のスターショート獲得ともなりましたし、また昨年 WRC プラス98とリーグ平均以下の攻撃力に終わった打線についても、スワンソン以外ではベリンジャー、ホズマー、マンシーニ、バンハートの加入によって、全体的に底上げは図れたのかなと。もちろんそれぞれの選手に不安はあるんですが、これからのチームのコアに据えたいスワンソンを除けば1年か2年契約ですので、思い通りの結果にならなくとも特にリスクは大きくない契約でもあります。1年契約のベリンジャーはバウンスバックすればセンターを平均以上に守れる点も含めてトレード市場で注目を集めそうですし、マンシーニもアストロズ移籍後に成績を落としてしまったのがそのまま市場の評価を下げる一因ともなってしまいましたが、彼の打力を考えたら2年1400万ドルはバーゲンでしょう。投手陣に目を向けると、先発にジェームソン・タイオンを加え、さらにドリュース・マイリーとも再契約。ブルペンではボックスバーガーとフルマーの2人のベテランを加え、打線同様強化された印象はありますが、こちらはまだ少しクエスチョンマークは多いかもしれませんね。地区の中では依然カージナルス、ブルワーズに次ぐ3番手だとは思いますが、間違いなく前進はしていまして、とりあえず大きくリスクを取ることなく最大限勝てそうな戦力を用意しつつ、仮にダメだったとしても FA 目前の選手をトレードデッドラインで若手に変えて、また来年チャレンジする。その過程で徐々にチームとしての完成度を高めながら真のコンテンダーを目指していく感じでしょうかね。続いてはシンシナティレッズ。
レッズは昨年のオフ以降、ソニー・グレイ、ジェシー・ウィンカー、エフェニオ・スアレス、ルイス・カスティーヨ、タイラー・マーリーと主力選手をあらかた放出しきったため、コンフは今メジャーレベルで欠けているポジションに短期的に当てはめるベテラン選手を多少連れてくるのが主な動きとなりました。昨年怪我でかなりの試合欠場してしまったキャッチャーのタイラー・スティーブンソンの負荷を軽減することを念頭に、カート・カサリとルーク・メイリー2人のベテランキャッチャーを加えたりですとか、トレードデッドラインで売ることも視野に入れながら、打者有利な環境で再び輝きを取り戻すことに期待してウィル・マイヤーズと1年契約を結んだりですとか、再建中のチームでもできることは一応やってきたのかなと、願わくば昨年のブランドン・ドルーリーのように単年契約やマイナー契約の選手が活躍し、トレードデッドラインでプロスペクトに変えられる存在となってくれればベストです。ハンター・グリーンやニック・ロドロなどメジャーレベルでブレイクの兆しを見せている若手もいますし、マイナーのトッププロスペクトたちも揃ってきていますので、若手の成長を見守りながら、そういったベテラン勢の活躍にも期待する年となる感じでしょうかね。そして最後はピッツバーグ・パイレーツ。先ほどのレッズと同様にパイレーツも再建中のチームとはなりますが、こちらは対照的にコーフ結構積極的にベテラン選手獲得に動いた印象です。ピッツバーグのスーパースターアンドリー・マカッチェンが6年ぶりにチームに戻ってくる熱すぎる動きを見せたほか、チェジマンやサンタナの加入は打線のアップグレードにつながりましたし、 MLB トップクラスの守備力を誇るキャッチャーオースティン・ヘイチスの加入は投手陣にとってもプラスのように見えます。またこういったベテランの存在は若い選手が多いパイレーツではメンター役としての役割も大きそうですよね。昨年のパイレーツは6月頭くらいまでは割と前線していたものの、そこから一気にガタガタと崩れてしまいましたので、こういう時にベテラン選手たちがクラブハウスをうまくコントロールできれば、もともと楽しみな若手も多いチームなだけに、少なくとも昨年のように100敗するようなチームではなくなるのかなと、上位を狙えるチームではないかもしれませんが、昨年からの浮上に期待したいチームです。一方で今季特に夏のトレードデッドラインに向けて気になるのが、コンフチームに対してトレード要求したとされるセンターのブライアン・レイノルズをパイレーツは放出するのか。現段階では積極的には放出に動いていないとされますが、夏の移籍市場の目玉となる可能性があるだけに、今後彼をどうしていくのか一つ注目ポイントとなるかもしれません。という感じで NL 中地区の各チームのオフを振り返ってきましたが、全体的にはカブスを除いては割と静かなオフだったかもしれません。ブルワーズがあまり強化されていない印象なだけに、今年もカージナルスがこの地区では一番強そうな感じは受けますが、カブスの積極補強が実ってカージナルスやブルワーズを脅かす存在となってくれば、この地区の戦いもより面白くなってきそうですよね。レッズとパイレーツは今季も再建寄りのスタンスでペナントレースから距離を置きそうですが、そんな中で先ほど触れたようにパイレーツあたりの浮上は楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。